はいどうもブルーヘブンです、今日はですね、バッテリーを変えようかと思ってます。っていうのは、先日、点検に出しました。でバッテリーがねちょっとこれを見てちゃんと分かるんだけどこれね、値は悪くないんだよ。CCA275 で 12.6V ということなんですが、グッドバッテリーって書いてありますけど、これはおそらく充電直後の値で、実はね今日も走りに行って山の上行ったらどうもエンジンがかかりにくいということで、私の FP3 で測ると今満充電の状態で 12.2V になってます。で今日山の上行った時は、12V 切ってました。でどうもそろそろ寿命かなというところなんで、今日はちょっと上げてみてですね、もしダメだったら、次のバッテリー買ってありますんで、それに変えていこうかなと思っております。じゃあちょっと見ていきましょう。ブルーヘブン。はい、じゃあまずは、シートをね外さないとこの下にあるんで、ということで、まずはねタンデムのシートから外していきます。まずここのねネジを傷つけちゃいけないんで、こうねネジをかぶ、ネジに布をかぶせてフライヤーでキュッと回して外します。これね僕のピリオンシートはね、タンデムシートは吸盤仕様なんだけど、危ないからちゃんとステーを取って止めてあるんですよ。偉いでしょ。おりゃほらね、よし、これでシートを外していきます。はい、これでもうすぐ取れました。はい、ここにバッテリーありますね。じゃあまずはマイナスの端子から外していきます。よし、いろんな線があるんでいろいろいじってるからね。あの端子を外すときはマイナスから外すのが常識です。取れねえな。よし、取れたんで、よいしょ、よいしょ、はい、これがマイナス、よいしょ、はい、これが間違えないように書いておきましょう。いい、ね、あとここにもう一個ね、2つですね、はい、これマイナス、よし、そしたらこのプラスを取りましょう。だいたいね、でもプラスって線の色が赤とかさ、端子のさ押しメタルの赤とかってだいたい決まってんだけどね、一応ね間違えちゃまずいんで、また狭いじゃないのこれ。これさ外すのはいいよ、これつけるの大変そうやね、これ。
でプラスの端子が全部取れましたと。はい、これプラス、はい、これで外れたはずなんで引っこ抜きましょう。重くて抜けねえからちょっとプライヤーで引っ張ります。で、自分はこのヘリテージ買ってから一回もバッテリー変えてないんで、これがどのくらいの古いものかもわかんないんだよね。よし、来た。よっしゃい、抜けました。こんな感じです。おお、はい、これがね、取り外したバッテリーになります。で、純正品がちゃんとついてました。でね、ここ、これが、年式を表してます。アルファベットが、月ですね。で、こっちの19って書いてありますが、これが製造年です。だからこれは、2019年に製造されたもので、この F っていうのは A から順番についてて、12番目が L になるんですよ。だから A、B、C、D、E、F だから6ですね。2019年の6月に製造されたということになってます。で、今が2023年なので、まあ4年目ですね。ちょうど4年。だいたいハーレーのバッテリーは、寿命が3年から5年って言われてるんで、まあやっぱり寿命かなっていうところですね。4年経ってるんで、はい、合ってます。で、今回買ったのがこれです。じゃん、ウエストコ。ちょっと開けてみましょう。で、定かではないんですけど、ハーレーの純正のバッテリーっていうのはもともとはここで作られたバッテリーだっていうのを私は聞いてます。はい、だから物的には、この純正とこのウエストコ、同じはずです。で、ネットとかもいろいろ見たんだけど、同じものですということが書いてありましたんで、私も、値段は断然こっちの方が安いです。純正品はめちゃめちゃ高いですんで、同じならこっちの方がいいなって思って買いました。で、私のヘリテージはね、型番はこれ WCP20L ね、これです。で、純正の型番がこれです。これ書いてあります。これ新型番ですね。新型番、旧の型番はね、旧型番はこれ65989-97A、 これが旧型番、純正のね。で、これがこれ66000207、これが新型番になります。はい、で、このウエストコの型番が合うやつが WCP20L っていうのが適合の番号になります。で、一応ね、これ最初にね、この電池テストっていうね、貼ってくれた紙が入ってます。で、この値を見ると、12.75 の
587cca ということで十分充電がされているということがわかります。でここにね、製造年が書いてあります。2023年4月なんでそんなに古いものではありませんので安心して使えそうです。じゃあこれをつけてみましょう。ブルーヘブン。はい、じゃあね、まあいつものことながら素人なんで、あったように同じように戻します。基本ですね、素人の基本です。よいしょ。はい、着地。じゃあ外すときはマイナスから外しました。でつけるときは逆、プラスからつけます。はい、じゃあ端子をはめていきましょう。これはねなかなかいやらしいですよ。これはこれはエレーナ、おい、これを入れろと。そしてマイナスをつけます。よし、こっちもまたやらしいね。これこれまたエレーナ、お前。でこれでガスの方にネジを入れて締めていきます。よし、はーってやったぞ。よし、こうやって持って戻す。配線が変なところに挟まないように。はい、素人はあったように戻す。はい、はい、これで一応取り付けが完了しました。はい、いいですね。じゃあこれで元に戻しましょう。ちょっと待ってね、せっかくなんで普段磨けないところを磨いておきましょう。温度計付きのあったよ、オイルのプラグ。よし、やっぱ夏はさオーバーヒート怖いから油温を見たいんで買いました。よし、はい、これでちょっとね干渉してないからちゃんと見て、あとはあったように戻せば OK です。これは僕の大好きなスパイクナット。はい、完成しました。一応新品なんで、バッテリーテンダーで充電して明日の朝まで充電しておきます。で私のヘリテージはここに充電できる口が持ってきてありますので、これつなぎます。
これが緑ランプになれば、完了ということになります。はい、これで終了しました。これで、今日はもう遅いんでこのまま充電しておいて、明日の朝満充電になったところでボルトをもう一回測って、確認をして終わりということです。はい、これでバッテリー交換終了しました。多分これで安心してまたツーリングに行けるんじゃないかなと思いますんで、明日の朝期待しております。はい、じゃあ今日はここまで、またさよなら。今日はここまで、またね、バッテリーのね様子はまた紹介しますんで、結果報告しますんで、って言ってる間に、待ってる間にもう緑点滅になってるんで、それが緑点灯になったら充電完了ってことなんで、もうその状態になってるってことはもうほぼ満充電ですね。もうといいと思います、おそらく。はい、はい、ということで次回ねまた動画発信しますんで、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。じゃあまた、おやすみなさい。